質問はですね、伊勢神宮に参ることは増上になるのでしょうかと。こういうことですね。ここで大事なことは、増上っていうのはですね、何かってことですね。神に参ることがなぜ、増上に入るのかと。それはまず仏教の根幹はですね、因果の道理なんです。仏教の根幹は、因果の道理。因果の道理というのはこの場合ですね、自分にやってくる運命は、自分にやってくる運命は因、自分の行いによって決まる。これが因果の道理です。いいですか？運命は自分のやっている行いによって生み出されていく、決まる、ね。これを信じるのを仏教っていうふうに言うんです。それに対して、これを、何ですかね、信じないのを下道っていうふうに言うんですね。わかりますね。信じる、因果の道理を信じていることを、これをですね、仏教っていうふうに言って、因果の道理を疑って信じないことを、これ下道っていうふうに言うんです。こういうことです。いいですかね。まずこの違いで、下道を信じてやる行いを増上っていうふうに言うんですよ。まずいいですか。下道を信じてやる行いを増上っていうふうに言うんです。ここで大事なことは、形じゃないんですよ。心ね。いいですか。心、つまり伊勢神宮の神を信じて参拝したら増上です。わかりました。つまり、わかりやすく言えば、伊勢神宮にお金を出して、これで1年家内安全、
交通ね、何ですかね、何ですかね、交通事故にも遭わずに一家が栄えると思ってこうやってね参拝したら造業ですね。いいですかね。じゃあ反対に伊勢神宮に行ってお金を入れて他の人もやってるからこうやってやったらね、ああこれで浄土真宗でいう創業を犯してしまった、これで地獄行きだと信じるのはどうですか。これは造業ですか、造業じゃないですか。注釈があるんですよ、はい、天皇陛下のね、天皇の第最初の天照総御神を祀ってあるからという注釈がついてるわけ、はい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 、それをなんか参拝するということのね、はい、うん、だから行きましょうみたいな言葉で誘ってきてるわけ、はいはい、うん、今大事なことはね、その天皇陛下だろうが何だろうが関係なくて、いいですか、こうやって伊勢神宮に参ってお金を入れてこう拝んでね、拝んだからこれで幸せになれると思っている人は造業だということは分かりますよね。いいですか。もう一つ こっちが次の方が大事ね。こうやってみんなが行ってちょっと世間体もあるし行かないといけない、私は浄土真宗で本当はそんな神に参るのは良くないってことは分かってるけど、でもやっぱ付き合いも大事だからっていうことで、まあ本当無理やりこう連れて行かれたと、でみんなもこうこうやってやってると、こうやってお金を出してね、こうやって自分をやったと、やってしまったと、今までずっとこう増業はしないように努力してきたのにやってしまったと、ああこれで私は極楽にはいけないと、増業をやってしまったことに対して落ち込むのはこれは増業ですか、増業じゃないんですか、反省しているから増業にならない、反省しているから増業にならないつまり、この伊勢神宮に参ってしまったから私は悪いことをしてしまった、これで地獄に落ちてしまうんじゃないかと、つまりこの伊勢神宮に参ることによって私は不幸になったと信じてるわけですね。いや、まだ信じてないんだけどねいいですか、こうすごく大事なことですよ。私は本当学生時代にね、浄土真宗の教えを聞いてきて、神に参ることは造業だというふうに聞いてですよ、京都に住んでいましたからバスに乗るとね、なんていうんですかね、その観光コースかどうかわからないんですけど、あの大きな鳥居をですね、まあもうその中を通るバスがちょうど私の下宿の前を通ってるんですよ、京都駅から。いかん、私はね、あんな鳥居なんてね、くぐってしまったら造業だということで、わざわざね、いいですか、その京都駅からね、歩いてね、20分かけて五条まで行って、バスに乗るんです。造業しないために。だから造業すると。ね、鳥居をくぐると。増業してしまう、悪いことが起きる、そう教えていただいたから地獄に落ちるとこう聞いたから、やらないようにこの鳥居をくぐらないようにバス停の遠くのバス停まで歩いていったこの行為は、これは増業ですか、それとも増業じゃないですか。
造業ではない。だからわざわざこう一生懸命、鳥をくぐらないように努力した、このね、これが鳥居だとしたらですよ、歩いてる時に鳥居があった、ああ神社の鳥居だって言ったら、こういうふうにこう鳥居をくぐらないようにね、わざわざこう鳥居を横にと、ね、進んでいくと。これはね、造業しないためにやっているんですけど、何のためにしてるんですか。心の中でね、やっぱり避けるために、避ける、造業、造業を避ける。つまりこの中を通ってしまったら災いが起きると。かもわからないね。いいですか、もう一回話を元に戻します。仏教の根幹は因果の道理、因果の道理は運命は行いによって決まる。それを信じるのが、信じるのが仏教、ね、それを疑うのが外道、と、いうことは、この神社の鳥居を通るという行いによって私は不幸になるんですよね。運命は行いによって決まるんですか。え、本当にいいですか。神社の鳥居を渡るというこの行為で私は不幸になるんですよね。だから疑いがあるから外道にも入らないわけね。いいですか。因果の道理は運命は行いによって決まる。この行いの中にこうやってね、神の前で信じる心はないけど手を合わせて拝んだら、この拝む行為によって不幸が起きるんですか。いや、やっぱり心ですからね。心ですからね。いや、もう心がなくてもこういうふうにやったら、その行いによって不幸な運命がやってくるんですか。行いの中に入らないんちゃうかな。で、その行い自身は入らない。そう、それがもしかして罰を受けるんじゃないかと思う心を造業って言うんです。造業っていうのは囚われの心なんですよ。ここは神社だから参っちゃいけないって思う心が造業なんです。ここは神社だから参っていいって思うのも造業だけど、ここは神社だから参っちゃいけないって思うのも造業なんです。参ること自体がね、あの、これ愛やること自体が。ここは、これは神社だから参ったら御利益があると思って行くのも造業ですよね。なぜならば因果の道理に反してるから。拝んだからといって幸せはやってこないですよね。じゃあいいですか、このここは神社だ、私は浄土真宗を信じているものが神社だって聞いて拝んだら、それだけで罰がやってくるんですか。拝んだら、拝んだら、もう拝んでしまったこの行為だけで、ああ地獄行きだ、もうご所は一大事だ、来るわけないそんなの。つまり拝むという行為と私たちの運命は何の関係もないんです、ね、それを信じたから幸せになれるとか、それをね信じてなくてこう、まあ、信じたからね、災いがやってくるとか、こう思う心、それが自力の心であり造業なんです。だから別に伊勢神宮に行って参拝したからといってですよ、私は別にね、運命はこれによって決まると思ってなければ、そんなん全然造業にはなりません。はい、造業っていうのはそれを、そこには何らかの力があって、私に家福を与える力があると思っている心なんですよ。家福、家っていうのは災いのことなんですね。参ったから災いが起きるんじゃないか、
参らんね、それとも参ったら幸せになれるんじゃないか、こう思う心が造業なんです。だからかも造業なんですよ。かっていうのは災いね、災いがやってくるんじゃないか。伊勢神宮に参ったから不幸になるんじゃないか、もう造業だ、これで御所は一大事だ、そういうふうに思う、避ける、造業だから避けなくちゃいけない、行っちゃいけないんだ、行っちゃいけないんだっていう心も、神にはあの神社には大変な力があって近づく者に不幸を与えると信じてるんですね。ただの建築物だと思っていけばいいんです。ましてね、祀ってあるもの自体がね、はい、作り物やから、そう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 、人間の作ったもんですからね。だから、ああ伊勢神宮って面白いな、ちょっとこれどうなってんのかなとか見学に行くねつもりで行ったらいいんです。でみんながこう頭を下げるから、一応一人だけ頭を下げないわけにいかないから、お金もね入れてこうやって頭を下げるとね、格好だけすればいいんです。それはね、わざわざね、せっかくね伊勢神宮の近くまでいたのに、いやお腹お腹が痛い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 って言ってね、ホテルに残って寂しい思いを一日するぐらいなら行って、一緒に行った方が結構人間関係もできていいです。避ける方が良くないかな。そう、避けるってことは信じてるってことなんです。これは神の力を鳥を送ったりなんかしても気にする方がいいかな、ね、そう、気にするのが問題です。あ、建築物だなぐらいな感じでこう通っていく、ね、それをもう私も学生時代の時こうこういうふうにやってました。これが造業なんです。信じてたんですよ、ね、し囚われの心が造業ですからね、えこうやって通っちゃって、あ通っちゃった、しまった、どうしようどうしようとかさ、手帳とか見て、あこれ西暦になっている、神の年数じゃないかとかさね、カレンダーかと、ああ仏滅って書いてある、こんなのはダメだとかさ、めちゃめちゃ囚われてますよね。あの浄土真宗を切り散らしてからは、あの一度も行ったことないんで、ただしてない時に浄土真宗というものにあまり真剣に考えたことがない時代には 2,3 回行ってるんですよ、伊勢神宮。ですから何もあれもないんですけどね、最近だって浄土真宗のね、はい、少しだけでも配管消えてるぐらいですので、はい、気になってちょっとお聞きしたような。ああそう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 、いや伊勢神宮に、まあ、前にね参拝したらどうなんだろうかね、え、ああもうこれでね私は地獄行きなんだ、こんなことして今までのね往生が崩れて、心身が崩れてね、功徳も崩れてね、大変な災いがやってくるんじゃなく、こう思う心が造業ね。だからあくまでも仏教という教えは因果の道理の教えですから、運命は行いによって決まるってことです。だから良い行いをすれば幸せになれるし、悪い行いをすれば苦しむ、はい、その良い行い悪い行いの中に神に参拝するっていうことは入ってないんです。だから神に参拝したから幸せになれるってこともないし、神を拝んだから不幸になるってこともない。そういうのを信じる心を下道っていうし、下道を信じてやる行いを造業というふうに言うんですね。ぜひ造業はしないように、気にせず行かれたらいいと思います。気にしないで、ああ昔の人が作った大きな建物だなと、ね、ここに神様が住んでるんだと思ったら造業ですよ。ね、
そしてその神様が私を幸せにしてくれるんだとかね、不幸にするんだなんていうふうに思ってたら造業です。昔の人がね、建てた立派な建造物だと思って観光目的で行ってください、はい、それともう一つの方はちょっと休憩をして